ベルサイユ宮殿のラトナの噴水冷凍は、ギリシア神話に登場する女神である。ローマ神話ではラートナ。日本語では長母音を省略してレトとも表記する。ティーターン親族のコイオスとポイベーの娘で、アステリアと姉妹である。ポーロスとポイベーの娘という説もある。ゼウスのコアポローン、アルテミスを生んだ。冷凍は国与まとい。 神々のうちで最も柔和な女神と言われる。うずらに変身したゼウスとの間にコアポローンとアルテミスを生んだためにヘイラーの激しい嫉妬を買ったとされる。アポローンとアルテミスの出産の経緯については諸説ある。ヘイラーは霊凍がゼウスの子を見ごもると全ての土地に 冷凍に出産する場所を与えてはならないと命じいいリストアレースに土地が命令に背かないように監視させた。あるいは太陽が一度でも照らしたことがある場所で出産してはならないと命じさらに蛇のピュートーンが冷凍を追い回した。というのは予言によって冷凍の産む子が自分を殺害すると知っていたからである。このため冷凍は出産できる土地を求めて、 放浪しなければならなかった。また、ヘーラーの命令によって、ティティオスという巨人も、彼女を襲ったが、ゼウスによって殺された。より特殊な説では、冷凍は、メス狼の姿となって、ヒペルボレオイの国からやってきて出産したという。ある時冷凍は、リュキアに立ち寄り、池の水を飲もうとすると、村人たちがそれを止めようとした。冷凍は反論するが、 村人たちは池に足を入れて、泥を立たせ、水を飲ませまいとした。怒った冷凍は、この者たちがこの池から永遠に離れず、生涯をここで過ごすようにと願った。すると村人たちは買わずになり、泥沼に変わった池に住むようになった。このような苦難に耐えて、まずオルテュギアアージまで、アルテミスを生み、さらにアルテミスに手を引かれて、ベイロストに渡り、アポローヌを生んだ。 アルテミスはその時助産婦として、レイトを助けた。より新しい神話では、アポローンとアルテミスは、デーロス島で生まれたとされ、その場合、オルテュギア島とデーロス島は同一視される。ヒュギーヌスは、レイトを、デーロス島に連れて行ったのは、ゼウスの命を受けた北風ボレアースで、ポセイドーンが彼女を保護し、ポセイドーンは、ヘイラーの言葉に違反しないように、 デイロス島を波で追ったという。こうして霊島は、デイロス島のキュントス山に背もたれして、城の木のそばでアポローンを出産した。ヘーラーがエーレテューヤを引き止めていたために、9日9晩にも及ぶ難山だった。それを見かねたイリスがエーレテューヤを連れてきたことにより、出産は成功した。この出産には、ディオーネー、レアー、テミス、アムピトリーテーなどの女神が立ち会い、 アポローンが生まれると彼女らは歓声を上げ、大地は微笑み、天空には白鳥が巡った。アルテミスは出産時、母に苦痛を与えなかったので、産辱に苦しむ女性の守護神となった。アポローンは生まれると、ピュルトーンを殺したとも、ヒテルボレオイノッチに運ばれたとも言われる。ベイロスは、冷凍の身もだえによって海底に根を張ったとも、 海底から4本の柱が伸びてきて支えられたと伝えられる。低培養アムピオー養ンの妻ニオベイが2人しか子供を産んでいない冷凍に対し自分の方が多くの子供を産んだと自慢をした。冷凍はこれに起こりアポローンとアルテミスに命じてニオベイの子供たちを射殺させた。冷凍の起源は小アジアのカーアリア地方で崇拝されていたオメガミラーダーとされる。 この女神は、クレータ島東部のコトラトに伝わり、アポローン、アルテミスと共に信仰された。冷凍崇拝はその後も子供たちに付随する形で行われた。ギリシア神は最高の美女ヘレネーの、母レーダーは、冷凍の一変形とする説もある。ありがとうございます。